トネは海上自衛隊の護衛艦、阿武マ型護衛艦の6番艦、艦名はトネ川に由来し、この名を持つ日本の艦艇としては、旧海軍のトネ、トネ型重巡洋艦、トネに続き三代目にあたる。トネは、 中期防衛力整備計画に基づく平成元年度、計画1900トン型う型護衛艦1234号艦として、住友重機械工業を浦賀工場で1991年2月8日に、寄港され、1991年12月6日に、浸水、1993年2月8日に収益し、佐世保地方隊、第39護衛隊に編入された。 1997年3月24日、佐世保地方隊第26護衛隊に編入。1998年5月29日から6月1日、福岡を訪問したカナダ海軍フリゲートバンクーバーと交換する。1999年8月2日から4日にかけて、護衛艦、白根、瀬戸行きと共に、韓国富山を訪問。4日から5日にかけて、 東、シナ海において初の日韓共同訓練を実施した。2001年5月19日から5月20日に実施されるカノヤ航空祭で護衛艦、仙台、沢風、輸送艦、大隅と共に、渋志港で一般公開される予定であったが、福江東沖を航行中の中国海軍、延べ氷型情報収集艦を追尾監視のため中止となった。 同年10月2日、佐世保出港後、アメリカ海軍強襲揚陸艦、エセックスの警戒監視活動に従事する。2008年3月26日、自衛艦隊の大改編により、第26護衛隊が第16護衛隊に解消され、護衛艦隊令下に編成が得、2011年3月11日に発生した。 東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し災害派遣される。2011年3月16日、第16護衛隊が廃止となり、第12護衛隊へ編入、低傾向が佐世保からクレに転籍。2016年2月16日午後5時30分頃種子島東北東 85km を太平洋から東、シナ海に向け西に航行する。 中国海軍旅行型駆逐艦、ハルビン、郊外2級、フリゲート、遠内、東町急情報収集艦、天狼製、福井急補給艦、広島港、第五航空軍所属の P-3C 及び、多用都支援艦、限界と共に発見した。その後4隻は、大隅海峡を西に進んでいる。12月25日、防衛省統合部は、 同月24日午後4時頃本館が東、シナ海中部の海域で中国海軍の航空母艦、遼寧一隻とミサイル駆逐艦とフリーゲート艦各三隻、補給艦一隻を目視にて確認したと発表した。海上自衛隊が中国海軍の空母を目視にて確認するのは今回が初めて。ありがとうございます。